今週のおまけです。今週は、お名前先生さん、男性20代千葉県の方なんですが、いつも楽しく拝見していますと、最近ネットニュースで疑問に感じることがありました。その記事は国会での、質問議員立法、質問主義書の3つのなかった、議員の仕事部について疑問をかけているような趣旨で、要するにこれ何か週刊誌でもありましたけれどもね、この0点の人がいたり、この人はこんだけの仕事をしているというので通知簿をつけているんですけれども、こんな数字でいいんでしょうかと、まあ、こういうご質問なんですけれども、全くナンセンスですよね。国会議員、例えばね、議員立法を何本作ってる人がいいとか、質問を何本立ってる人がいいとかあるんですけども、もちろん、そういう活動をすることも国会議員の仕事で大事なんですけれどもね、国会議員はまず国会というところの質問仕事ですけれども、これは与党と野党とでは随分立場が変わりますね。で、私野党の時はですね、非常にたくさん国会でも質問してきました。というか質問時間ですね、野党になると与党よりも議員数は随分少ないんですよね。で、議員の比率通りに質問時間が与えられるんだったら、与党側の質問の方が圧倒的に多いことになるんですね。これ予算委員会でも何の委員会でも。しかし現実はそうはしてませんね。現実は野党側に配慮して与党側が時間を譲ると。で、実際には衆議院なんかの場合でしたらですね、自民党はじめ公明党、与党側と野党側とでは、随分開きがあるんですね。7-3ぐらいになってるんですかね。ところが現実にはですね、今まで、8-2で、ね、8をその少数の野党に渡して2割を与党でやるというような形になってたんですよ。今それが、まあ、随分改まってきてきましたけど、それでも 7-3 程度だと思いますね。で、参議院の場合でも、まあ同じように与党野党とではですね、与党側の方が多いんですけれども、野党側にあえて6割近くの時間を渡してやっていくということで、野党側は少ない人数でたくさんの時間をもらいますから、当然質問回数多くなります。で、逆に与党はたくさんの議員がいるのに質問時間、質問の機会が減ってくるわけですから、なかなか質問できないんですね、したくても、まあ、そういう現実があるということです。しかしその代わり与党は法案を通すことができる過半数を持っていますからね、さまざまな法案を、この実現できるだけの力があるわけです。しかしその法案を作る議論というのは国会ではなくて、自民党の部会などで、事前にですね、ダメ出しをするためにたくさんの質問をしているわけですね。で、そういう質問を行って、まあ、整理できた法案がですね、まあ、閣議決定されて出てくると、まあ、こういう仕組みですから、なかなかその部会での、質問がこれ国会中継のようにまた、国会の議事録のように残って出てくるものではありません。むしろないがゆえにですね、自由に議論言えるところがあるわけですね。いろんな、ことを気にせずに率直にこの法案の問題点や大事なところをものが言えると、まあ、それは、ですからそのためにあえて公開しないで本音の議論ができる仕組みを作っているというところもあるんですね。だからそこでなかなか見えなくなってくるというのはあるんですけれども、実は与党と野党ではそういう役割分担があるんだということですね。それで、まあ、結局私は国会議員の仕事の一番大事なのは、国会は国民の代表、主権者である国民の代表としてですね、代議制の、議会の議員として選ばれてきているわけであります。だから国民の声をしっかり聞いて反映させていくというのはもちろん大事なんですね。しかし私はもう一人あると思ってましてね、実は国民に今の国政の本当の状況はこうだと、マスコミなど、学者など、識者などが語っていない、また語っているけれども真実でない部分がたくさんあるわけですよね。で、それをしっかり国民に知らしめて、そして、国民にですね、国民のその世論を、しっかり、醸成していくと。で、国民がこう言ってるからああだじゃなくてですね、本当はこうなんだよということをしっかり話して、そのことによって国民から信託を受けてですね、その批判もあるけれども信託を受けて上がってくれる、まあ、そのことによって国民との議論になるわけですよね。
まあ、そういうことをしていく、つまり国論を本当に作っていくというのがですね、国会議員の私は一番の使命だと思うんですね。でその結果として今度は、選挙にもその、多数がどちらになるかということが現れてくるし、その中で国会の議論、また法案に出す前は党内の議論とかあるわけですよ。要するに国会議員自身が自分はこの日本の国はどういう国でどうあるべきだという、そういうものをしっかりとした信念を持ってですね、行動できているかと、また有権者国民にしっかり訴えられているかと、まあ、そこが曖昧な形でですね、まあやってる方も、あるでしょうけども、私はあんまりそれは評価できないんですね。で、たとえそれが、この有名な議員であったりですね、たくさんの質問収集を出したり、この、いわゆる議員立法をたくさん作ったりしたという実績があったりしたとしても、ほとんど私はあんまりそういうところには意味がないと。むしろ本当にその人の、この国に対する思いがどういう形で、国民の前でしっかり生かされているのかというところをやっぱり見ていただきたいと思います。ということで今週のおまけでした。ありがとうございました。